はい、どうも、こんにちは。今回からね、ちょっとびっくりした。俺、こんなに BGM 流れてると思ってなかったわ。殺人探偵ジャック・ザ・リッパーをね、やっていこうかなと思いますって。いやー、やっぱね、口に出して読みたいゲームソフトだよな。声に出して読みたいゲームソフトランキング、堂々のランクイン、殺人探偵ジャック・ザ・リッパーやっていこうかなと思います。てか、BGM にビビってんだけど、そんな軽快な BGM 流すかっていう。皆さんこんにちは。あ、こんにちは。LBC ラジオ、お昼のニュースをお伝えします。ほ、ちょっとでもラジオ古めじゃない、なんか。まず本日のロンドン市内で行われるイベントについてお伝えいたします。ロンドンでやんの？ ガチガチの海外だ。あの有名な殺人鬼、世紀の大悪党、ジャック・ザ・リッパーの公開処刑が市内の中央広場にて行われます。あ、切り裂きジャックを言い換えたらっていうか、英訳わかんないけど、ジャック・ザ・リッパーなんだ。あ、そういうことか。やばくない？じゃあ、殺人探偵切り裂きジャックか。市内の中央広場もいいな。共有する、またとない機会でございます。どなた様もあー、そういう時代があったのか。まあ、あったわな、そういう時代も。発表によりますと、処刑時刻は、てか、あれだよな、ゴールド・ロジャーみたいな。 あ、やばい、今のやられたでしょ、ジャックに。何これ、すご。アーサー・ヒューイットはこの日、殺人鬼ジャック・ザ・リッパーの公開処刑を見物に訪れていた。犯罪者の死に様を見に行こうと警察学校の学友から誘われたものだが、彼としては公開処刑の見物に乗り気ではなかった。なぜなら彼は人の死を見せ物にするということに対し強い危機感を覚えていたからだ。どうしてみんな人を殺すことにこんなに盛り上がれるんだろう。フルボイスか、まさかこれ。フルボイスだったらありがたいな。彼が周りを目指せば、さまざまな年齢、身なりの者たちがジャック・ザ・リッパーを一目見ようと躍起になっている。どうなんだろうね、今の時代にこういうことやったらさ、見に来んのかな。見せ物を楽しみにする人々の熱気が広場を包み込んでいる。この場で盛り上がっていないのはアーサーだけだった。俺は見に行けないかな。単純にその人が死ぬ瞬間って見たくないじゃん。相手は犯罪者、極悪人。うん。凄惨な死に様を見せることで、犯罪抑止につなげる。うん。理屈としては分からなくはない。けど。まあ確かにな、その目の前で死んだら、ああ、俺も犯罪したらああなるんだなってなっちゃうもんな。いくら極悪人が相手だからといって、うん。人が死ぬことを笑い物にするなんて。まあ確かにね。どうかしてる。それもね、まあまあ分かる分かる分かるわ。すぐ見せ物ではないよな。うん、彼は処刑台をぐるりと囲む人だかりの外側にいた。そのためジャック・ザ・リッパーの姿を見るためには人混みの隙間から覗き込むしかなかった。タガースはそこまでして死にゆく人の姿を見たいとは思えなかった。たとえ犯罪者だろうと死者を冒涜する真似はできない。滑舌がちょっと。アーサーはジャック・ザ・リッパーではなく処刑を見物に訪れた人混みをぼんやりと眺めていた。何？ん？すると数人の男たちが人混みから飛び出し、処刑台へと走り寄っていく姿が見えた。当初アーサーは彼らが死刑執行人なのかと思っていたが、そうではなかった。まあ、死刑執行人は走り出さないだろう。走り出しにはいかないだろう。彼らは武器を握っていた。処刑に用いられるものではない。角材、包丁、皮下規模、それらは身の回りに存在する凶器だった。お、リッパーは、リッパーを守るの会が出てきたね。まもなく彼らは警備を行っていた警備官らと衝突することになった。処刑の雰囲気に酔った見物客の一部が暴走した。あー、というわけではなさそうだ。というわけではなかった。武装した市民は路地から次々と姿を現し、数を増している。お、ジャック・ザ・リッパーの人望が響いてるね。明らかにボートたちによる武力介入だった。ジャック・ザ・リッパーを我々に引き渡せ。引き渡せ。結構若い男性だったな。かっこいい声してたし。ジャック・ザ・リッパーの引き渡しを求めるボートたちは、警察官たちはおろか、周囲にいた一般市民をも巻き込み始める。処刑を娯楽として見物しようと訪れていた市民たちはパニックに陥っていた。広場は暴動によるアビ教官の渦へと飲み込まれていった。まあそうだよな、単純に楽しみに来た人からしたらやばいよな。皆さん落ち着いて。やばいやばいやばい、すぐに避難するんだ。なんかアーサーの声あれだな、ちょっと文句言うのもあれだけど、あんまり。ごめん、早速文句言うのもちょっと申し訳ないけどさ、声優さんにあんまり合ってない気がすんな。
混乱さなか、アーサーは声を張り上げて逃げ惑う群衆の誘導を図る。これさっきのあのボートの方がなんか主人公っぽいっていうかごめんね。しかし強行状態に陥った広場の集団に対して彼の言葉はあまりにも無力だった。まあ聞こえないよ。そしてお、何これ、どうしてこんな時に、突如一台の馬車が広場に向かって突進してきた。馬が喧騒に刺激されて暴走してしまったのか、はたまた今騒ぎを起こしているボートたちによるものか。原因は定かではなかったが、一つ重要な事実がある。それはあんなのが突っ込んできたら広場の人たちは、まあ馬ってね、言ってもね、スピード出てきたら人飛ばされるからね。道を開けろ、馬車が突っ込んでくるぞ。なんかあんまりごめん、本当に申し訳ないけど声優さんあんまりあんまり上手くないんじゃないか。これまさか新人さんか。馬車から逃れようとする群衆に押されたのだろうか、一人の少女が馬車の目の前と倒れ込んだ。やばい、早く逃げろ。あんまこぼってないもんな、早く逃げろじゃあ。いやな、普通は。しかし少女は足がすくんでしまったのか動こうとしない。ただ呆然と迫り来る馬車を見つめているばかりだった。まあでもね、人って案外そうなっちゃうと思うよ。ぶっちゃけすぐ動けないと思う。あ、チュートリアル、選択肢で物語の向き。物語の中では主人公であるアーサーの行動について選択を迫られる場面があります。選択の結果により会話相手が違った反応を見せたり、時には選んだ行動が危険を招くこともあります。あなたが選んだ行動により物語の結末は大きく変わってきます。まあこれはね、今回のジャック・ザ・リッパーの、なんていうの、メインのシステムっていうか、なんかこの判断によってジャック・ザ・リッパーの性格っていうか、どっちの探偵になるのかが変わるらしい。これ時間制限ないんだ。身を挺して少女をかばう、危険なので見捨てる。でもね、これね、ごめんね、これリアルに行こうと考えて、みんなこれあくまで正義感とか一回抜きにして、いざ自分がこの現場に来た時にって考えてほしいんだけど、身を挺して少女をかばえるかっていうんだよ。まあ危険なので見捨てるって言い方したらあれだけど、そのやっぱ自分が死ぬ可能性もあるわけじゃん。まあ人が死ぬ可能性もあるんだけどいやこれはでもね、難しいよ。ぶっちゃけやっぱ自分が死なないことが結局一番みたいなのがあるじゃん。結局これが例えば家族とかだったらまた別だけどさ、やっぱいやこれはね、俺こうほんとガチでいきたい。もう好感度とか抜きにしてガチでいきたいから、ごめんね。悪の選択か。いや、早く逃げないと僕も危ない。そうなるよ、そうなる。助けられるか。いや、早く逃げないと僕も危ない。朝は一瞬だけ迷い、自身を守ることを優先して身を、なんだこれ、身を、した。毒。キュー。あ、来た、正義感。正義が来た。男性が少女を助けようと駆け寄ってくる。しかし逃げ出そうとする人々に阻まれ、彼の助けは間に合いそうになかった。男の必死の様子を見たアーサーは息を呑んだ。そして我が身可愛さに逃げ出そうとしていた自分を恥じた。結局恥じるんかいいや俺が選んだ選択っていうかさ、一度決めた選択なんだからさ、恥じる必要ないって。別に あの人は行くんだなーぐらいいいじゃん。別に俺はこっちを選んだんだから。周囲には迫り来る馬車から逃れようとする人々。倒れた少女に手が伸ばせるのはアーサーだけだった。結局手差し伸べるんかい。おう、じゃあ選ばせんなよ、じゃあ。ごめん、愚痴言いまくるわ。選ばせんなよ、じゃあ。結局助けんなら選ばせんなよ。そこら辺しっかり作れや。おい。やっぱちょっと、ごめん。これ、今の段階で言わせてもらっていい。多分これで、ね、60点ぐらいのゲームかもしんないわ。ごめん。アーサーは余計して飛び出した。倒れ込む少女を抱きかかえ、馬車の軌道の外へと投げ飛ばす。結局助けるんかい。はぁ、結局助けるんやったらさ、別に選ばせんでよくないっすか。おい、ゲーム、おい結局助けるなら意味ないじゃん。今デトロイトやってんだけどさ、デトロイトはそういうことないんだよ。そこなんだよ結局。頼むよ、助けなかった未来で作ってくれや。助かったな。せっかくなら。いきなり文句言ってごめんけどね。それはないわ、結局。心配そうにこちらの突っ込む姿を目にして、アーサーは安堵した。彼女が自らの足で立っているということは、幸い大きな怪我を負わなかったんだろう。
しかし身を投げ出して少女をかばったアーサーは無事では済まなかったようだ。あれ、これはどうなってるんだ。何か胸から生えて。胸から生えた。ああ、まあそうだよな。彼の胸からは細長い木片が突き出ていた。それは馬車の部品だったのか、ボートの持つ武器だったのか、判別がつかないほどに変形し、鋭利となっていた。彼が貫かれた胸部にまず感じたのは焼けるような熱。しかし感じた熱さは次第に体の芯から凍えていくような冷たさへと変わっていく。死ぬじゃん。助けた少女がアーサーへ向けて何かを叫んでいる。しかしその声は彼には届かなかった。ごめん、何言ってかわかんない僕は。はっ。少女はなおも何かを叫び、アーサーの体を揺り動かす。しかし彼の意識は徐々に途切れ、暗闇の中へと溶け込んでいった。結局助けるんかいみたいなとこあるけどな。なんかもいいけど LBC ラジオからニュースをお伝えします。意味ないじゃん、選択肢の意ジャック・ザ・リッパーの公開処刑に際し、身柄の引き渡しを求める市民らの暴動が発生しました。そうですね。中央広場ではボートと警官隊との乱闘が発生。さらに運転を誤った馬車が引き起こした衝突事故により、広場に居合わせた人々が多数負傷しました。運転を誤った馬車って何？運転を誤った馬車ではないだころう。れを受けたロンドン市意図警は的だ公ろ開処刑を中止し、犯罪者ジャック・ザ・リッパーの処刑は非公開にて取り行われました。まあそうだな。こういうことがあるから、やっぱ基本的に処刑は裏でやるって意味もあるよね。笑い物するっていうことを回避するためもあるけど、やっぱこういうことを防ごうと思ったら、やっぱね、非公開にしてやるよ警官隊により暴動は直ちに鎮圧されましたが、な。現在有能もじゃん。中央広場への立ち入りは制限されております。まあそうまだよな。た市街地には暴動の関係者が潜伏している可能性があり、まあ怖いな。これはいかん。手の施しようがないな。うちの息子は助からないんですか？どうして父さんはいつも仕事ばっかり。何これ、どういう状況これ。アーサー、お父さんをエドガーを憎まないでいてあげて。母ちゃん。仕方がない。実に仕方がない。マットだな。サイン手段マットサイエンティストみたいな、なんかちょっと闇を感じるな、お前、石。母何？さん、母さん？母さん、母さん？しっかり。どうして母さん。よかった、アーサー、あなたが無事で。どういう状況？母さんもまして俺を助けたの？馬車に引かれそうになって俺を助けてくれたの？母ちゃんも。まさか。一緒だったもんな、流れ幸が。い、代わりの心臓ならここにある。やばくね？代わりの心臓って。 それでどうし蘇生て奴するをもんな逮捕の？なんかしたんだよ。リアルなな話。んで母さんの敵を撃たなかったんだ。リッパーか？やつを逮捕なんかしたんだよ。ん？父どういうさんこはあいつが憎くないのかよ。アーサー、頭を冷やせ。大切な人を殺されたからといって、それはお前が復讐をしていい理由にはならない。まあ、確かにね。納これ得までだいかないけどね、正直。うまくいけば。宿ってるね。これ実際いけんの？こんな心臓の移植で蘇生するとかあんのかな？めっちゃむずくない？ドッ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 。そっか、胸に刺さってるからそうだね。あ、綺麗じゃん、結構。皆さん、おはようございます。おはようございます。 LBC ラジオ朝のニュースをお伝えします。はい。まずは最近のホットな話題について。放送しておりますこちらの歌は今どこ人気どを博しているザフカエル今流姫れさんたのや曲つ。聖歌です。ザフカさんの聖歌は素晴らしく、確か天使に。のような歌声は奇跡を起こすと言われ、マジ？今日もたくさんの人たちが教会を訪れています。やったじゃさん。て、慈善事業団体クリーンニーディの指導者クレイグ氏とアドラメリク議員との会談が本日ロンドン市内にて行われます。またロンドンでやんのか。危ねえおわ。二人はロンドン市内の貧困層を救うための慈善事業を共同で手掛けており、労働環境の改善や雇用の充実を図っています。本当に？本日の会談に先駆けてロンドン議会議員の
クシーよりメッセージをいただいています。どうぞ。アドラメリクシー言いづらいな。皆さんおはようございます。おはようございます。ここロンドンでは残念なことに貧困にあえぐ方々が年々増加しています。なんか無能っぽいな声が。私は口だけっぽいな。クレイグ氏と共同して行う事業により、ロンドンの貧困問題、雇用改善に対し解決の糸口をつかめると確信しております。本当？嘘よ。金稼げるからやってんじゃないの今。私たちは一人ではありません、仲間は街のどこにでもいるのです。まあまあそれはね。みんなで手を取り合い、より良い世界を目指しましょう。言ったなお前。やれよじゃあ。やれよ言ったからには。アドラメリク議員からのお言葉でした。続いて本日発売の新型の冷蔵庫をご紹介します。冷蔵庫、あ、うちも欲しかったな。電気の力で冷却を行うという、今までにない画期的な方式を用いており。確かに。おい、気がすよ冷蔵庫、新型冷蔵庫買おうと思ったのに。お、アーサーは流れてくるラジオの音声に耳を傾けながら新聞に目を通していた。お前生きてたのかい。生きるわな。データベース見たいな。新聞の記事は舞台、あ、今見れないんだ。新聞の記事は舞台俳優のゴシップ、近々催される議員選挙の告知、政治家の汚職疑惑、極東で起きていた戦争の顛末などが載っていた。これ時代的にはあれなのか、現代ってわけじゃなくてあれか。あの、なんて言えばいいんだろう、近世ぐらい。ごめん、あんま詳しくわかんないけど、近世の意味がよくわかってないけど。ふと新聞をめくるアーサーの手が止まる。彼の目に止まったのは最近ロンドンを騒がす大きな事件だった。連続強盗殺人事件。あ、そっかそっかそっか。キャラクターの吹き出しに関しては基本フルボイスか。彼はゆっくりと記事を目で追っていく。そこにはこれまでの事件のあらましと被害者の特徴について記載されていた。被害者は貧民、労働者、社夫、年齢や性別にこれといった決まりはないが、身寄りがなく足のつきにくいものが狙われている。まあまあまあそうだよな、ぶっちゃけ。アーサーその記事を切り取り、連続強盗殺人事件と銘打たれたファイルへ収めていく。パープロ君に聞こえてきたな、 BGM がパープロ君に聞こえてきたわ。やあ、アーサー。こんにちは。起きているなら返事をしてくれないか、事務所にいないのかと思ったよ。いや、コンコンから入ってくるまで早いんじゃ。扉を開けて入ってきたスーツ姿の女性。スーツかあれ。彼女は部屋の主であるアーサーに断ることもなく一番上等なソファーへ腰を下ろした。スーツかこれ。首から巻いてるやつがちょっと長す、ちょっと目立つんだけど、お前ちゃんとスーツ着こなしてこいお前。そして楽しそうな笑みを浮かべると、扉の外に立っている黒服に身を包んだ大柄の男へと手を振った。時間になりましたらお呼びします。あ、そういうキャラお前。お前堅苦しそうなやつに見えるのに、お前そういうキャラ。おはよう、ローリー。ローリー、気に触ったならすまない、ちょっと気になる記事があってね。なるほどね。別にこの程度で目くじらを立てたりはしないさ、君が考え事に没頭して反応を返さないなんて今に始まったことじゃないだろ。天才型やな。それはそうと、来客にはお茶くらい出したまえよ。うっせえな、おい。探偵家業が随分と忙しいみたいだね。お前から勝手に入ってきたんだからさ。お前まだ今からお茶を出そうとしたかもしんないじゃん。気づいてなかったんだから。いたずらっぽく微笑むローリーの視線の先にはアーサーがいつも使っているティーポットがあった。いつもので構わないかな。もちろん。もちろん。いつもので構わないかな。ごめん、バカにするわけじゃないんだけど、なんか慣れねえな、なんかゴリゴリのエアから慣れんな、ゴリゴリのエアから。ローリーの目前にカップが置かれている。彼女は茶葉の香りを楽しんでから湯気を立てる紅茶に口をつけ満足そうに微笑んだ。紅茶で喉を潤しながら彼女は机の上に置かれたファイルをパラパラとめくっていた。相変わらず豆だね。豆だよね、確かに。ファイルにまとめるなんか大概だよな。つぶやく彼女の声色にはからかうような響きがあった。アーサーは肩をすくめ対面の椅子へと腰を下ろす。うん、それより朝からどうしたんだい。紅茶を飲みに寄ったわけじゃないだろう。ローリーはどういう職業なんだろうな。いやいや、来た目的の半分は達成だ、君の入れる紅茶は美味しいからね、とついでに仕事の話を持ってきたよ。お、言うてみ。巷で噂の連続強盗殺人事件。あ、これ見れんだ。物語の中でフラッ
君にはその事件について探ってほしい。止まってくれや、そこは止まれ止まれ。おいおいおい、喋んな。物語の中で触れ合った人物や事柄についてプロフィールや説明等の情報が更新されている場合があります。データは常時取得更新されます。ぜひコンプリートを目指してください。確かあるね。朝もう 20% あんの。朝 20% やばくないですか。もうクリアすんじゃないこれ。大丈夫、朝 20% あるよ。意外とキャラ出ないのか。わかんないね、これクソゲーの可能性あるからね。心してかからないと。いつも依頼している雑用や素行調査とはわけが違うぞ、うん、多少の危険を伴う仕事になるはずだ。なるほど。連続強盗殺人事件。ああ、ついさっき俺が見てたやつか。まあ自信がないかな、うん、もしそうなら子供でもできそうなお使いに変更するけど。お前スーパーでお前食料品買ってくることしかこれできんからな、お使いっつっても、うん、そういう意味じゃない。うん、ただどうして今さら。うん、この事件はずいぶん前から起きてたじゃないか。確かに、うちの組織が世話をしている者に手を出したからだ。これはさ、あの殺人だ、ジャック・ザ・リッパーの後、ジャック・ザ・リッパーの処刑のごたごたがあった後のさらに来る強盗殺人事件。ゴッドスピード、ゴッドスピード何これ。そう言って笑いローリーは手を掲げてみせた。彼女の手の甲には十字を束ねたタトゥーが刻まれている。なるほど、ね、本当だ、左手に今ついてるわ。マフィアの関係者に手を出すなんて、うん、犯人はよほど腕に自信があると見えるね。マフィアの関係者ってお前マフィアなのか、ローリーは。もしくは相当な世間知らずか、うん、どちらにせよ黙ってやられてばかりじゃいられない、うん、実行犯を捕まえて叱るべき制裁を与えるつもりだ。なんすんだよ。しかし君の組織マフィアの関係者といえど市民だろう。それならマフィアなんだ。てっきり警察かなんかと思ったけど、マフィアのマフィアなんだな。まあ警察は探偵に頼らないよな。まさ確かに警察に話をしろなんて言わないよね、うん、組織に関わる者の多くは善良な市民だけど、常に傷持つ者や後ろ暗い者たちも少なくない。まあまあ若干あれなのか、若干ちょっとグレーゾーンってやつか。過去のことをほじくり返したり痛くない腹を探らせる口実を警察にはやりたくない。うんうんうん、彼らとは良き隣人でありたいだろう。まあ、確かに。というわけで探偵アーサー君の出番だ。君ならいつどこで動いても問題ないだろ、うん、てめえ、まあ、探偵だからな。まあ多少そういうことやな。しっかりとお仕事させてもらおう。連続強盗殺人なんて、うん、卑怯で残忍な事件は探偵として見逃してはいられないしね。まあ、結構持ってるよな。だって連続であって強盗であって殺人なんだもんな。うんうん。勤労で結構持ってるよな。君の面倒を見ている僕の面目も立つというものだよ。なるほど。ただ相手は連続殺人犯だ。確かに。取り物をしろとは言わないし、危ない橋は渡らなくていい。まずは情報を集めてくれ。とりあえず誰かを特定すればいいんだな。とりあえずはこちらで掴んでいる事件の詳細についてまとめておいた、うん、君は随分とご就寝だったから必要ないかもしれないけど。大体知ってそうだけどな。さ気づいてたんだ。当たり前だよ。誰から依頼されたわけでもないのに独自に調査を始めたそうじゃないか、うん、仕事熱心にも程があるよ。あれな、ちょっと言わせてもらうとガチガチにフルボイスだから俺あんま喋る機会ないわ。この話を君に持ってきたのは立場や能力的な面もあるが、うん、君自身がやる気になっているからね。あいつしか打てないんだよな。ちょうどいいと思ったんだ。あいつしか打てねえ。かぶせられねえし、だってガチガチのフルボイスだもんだって。そろそろお時間です。あー、確かにマフィアに見え始めたな、だんだん。これ側近がマフィアに見えるわ。会話を遮り現れたのは黒服たちのリーダー格、金髪の何、異常部でいいのかな、ゴンザレス。んローリー、アーサーローリー、ゴンザレス、マフィア。あ、ゴッドスピードっていうのがマフィアの名前なんだ。うん。彼が時間をつけたことということは、ローリーの素敵な時間終わり、これからは仕事の時間だということであった。分かった。そんな管理されてんの、ちゃんと。すごいじゃん、秘書じゃん、秘書。ローリーは扉の前で振り返り、ソファーに座っているアーサーへと視線を向けた。先ほどまでとは違う冷たく、事務的な表情をしている。まあ、マフィアだからな。報酬はいつも通り。成功報酬だ、うん、定期的な報告もよこすように。
変わったな声が、お前急に変わったな。無茶はするな。ありがとうございます。その言葉は大切にさせていただきます。承知しました、お嬢さん。冗談交じりにアーサーは微笑むが、ローリの表情は不機嫌そうに歪められた。からかうのはよしてくれ、これは仕事だ。ではな、バイバーイ。お前一人でやんだ、一人でこの部屋にいるんだ。おインキュベーション。あ、惨劇の負荷とは呼ばないんだ。惨劇の負荷をインキュベーションって当て字したんだね。これなんだろうな、これもしかしてこれクソゲーなのか。ちょっと薄々気づき始めたぞ。もしかしてこれクソゲーかもしれんぞ。ごめん、先に言って。依頼主であるローリーから手渡された資料には今まで発生した事件の内容が事細かにまとめられていた。アーサーは殺人事件の発生現場をめぐり、現場の状況や痕跡から犯人の行動や思考を推測する。事件が発生している時間帯より、ガス灯もないような人通りの少ない路地で、被害者は職業こそ違うとその日暮らしの労働者ばかり。犯人は酔っ払った被害者が一人で歩いているところを襲撃しているようだ。あー、なるほど。これしかも被害者が漏れなく酔っ払ってるってのがまあわかるよな、その人の生活っていうのは。その日暮らしでしかも酔っ払いっていうね。まあまあまあ。ローリーから渡された資料をもとに、アーサー殺人事件が起きたという現場を訪れる。すでに警察が処理をした後なのか、事件の痕跡はない。てか、どこでセーブ切ればいいこれ。これさ、ずーっとノベル形式で進んでいくんだったら、セーブ、あれだよな、やめる機会も無理やり切るしかないよな。それでもアーサーは何かの見逃されているものはないか、念入りに探していく。誰？また事件現場の周囲で聞き込みを行っていく。事件当日もしくはその前後に怪しい人物を見なかったが、そうでなくとも何か見聞きをしなかったが、市民は警察が相手だと萎縮して証言をしないことがある。しかし警察官ではないアーサーであれば情報を得られる可能性もあった。え、警察が相手だったら証言しなくて、警察じゃなかったら言うんだ。よくわかんねえな。普通でもあれじゃない、なんか俺の感覚からしたら、やっぱ警察の方が信頼できるって喋っちゃうな。まあ警察を装う輩もいるかもしんねえけどさ。しかし、聞き込みでは思ったような成果は上がらなかった。それでも朝は諦めずに現場を回っていく。聞き込みを続けていた朝は、市街地から脇道を一本入った路地裏に形成された人だかりを目に留めた。なんだなんだ、大道芸人や、なんだこれ、なんて読むのこれ、運送車という雰囲気ではなかった。人だかりは陰鬱で恐れをはらんだ空気を醸し出している。さりげなく体を滑り込ませて、アーサーは人だかりの前へと歩み出る。そして、これどこでセーブ切ろう、ちょっと待って、何何何何よ、急にバイブレーションすんなや。これは、おい、殺人現場か。路地に倒れ伏していたのは傷だらけの男。路面や壁には血痕が飛び散り、乾いた血だまりが事件の必須さんじゃない、生産かな、わかんねえわ、ごめん。さあさあ、物語ってる。小池のゲームやるとさ、もれなく難しい感じ出てくるからあれなんだよな、読めないんだよな。あ、なに、トラマ。裏路地で人々を眺めて騒いでたのは殺人の現場だった。アーサーの鼻孔を錆びた鉄の匂いが襲い、想像していた以上の不快感に彼は思わず顔をしかめた。あ、匂いか、これは思ったより辛いな。ああ、人が死んでいる様を見せつけられることが辛い。というだけではなく、惨劇の光景や血の匂い、ほのかに混じる不臭が猛烈に不快感を呼び起こす。まあ、これの現場に居合わせたことはないからな、俺は。それは殺人事件の調査を初めて行うアーサーにとって、吐き気を催そうに足る刺激だった。彼はまず口元を両手で、殺人事件初めてなんだ、お前。落ち着け。ここで吐いたら、捜査の邪魔になる。落ち着け。まずは、警官たちの様子を。これシーン変わらないのか、ずーっとノベル進んでいくならマジで無理やり切るしかないぞ。これ込み上げてくる発狂石に石の力で強引に抑え込むと、アーサーは遺体の周囲で現場検証している警察官たちの会話に耳をそば立てた。これは例の強盗事件か。あ、これちょっと人と一応次終わるわ、どっかだろうな。ちょっと待ってね、財布から金が抜き取られてる。うん、おそらく今までの事件と同一犯だ。やはりそうか、強盗殺人犯め。何でもいい、情報を掴んでやる。警察の話を盗み聞きして進むんだ。お前探偵向いてないかもしんないぞ。お前、アーサーは改めて聞き込むと、被害者の男性を見合った。被害者は中年の男。あー、これ終わんないかもな。辺りは血の海、死因は出血多量によるショック死か。
え、ごめんなさい、とりあえず一旦ここら辺で切るわ。今後やっていくうちでなんか切りどころがありそうだったらそこでやるけど、ちょっと今んとこずっとノベル進んでいってるから、ちょっとここら辺で一旦切るわ。じゃあ、あざした。